情報現在南流、3.4 ノット強くなります。今治市政広報番組、今回注目するのは世界有数の海の難所来島海峡で海上交通の安全を守る要の施設、海上保安庁来島海峡海上交通センターです。来島海峡を望む丘の上に立つこちらの建物、空の交通の管制塔ならぬ海の交通の管制塔、来島海峡海上交通センターです。1998年、全国で6番目の海上交通センターとして来島海峡を行き交う船舶の安全を守る業務を始めました。今日は岩崎所長にセンターを案内していただきます。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。まず驚いたのが、はい、この建物の高さですよね。市長、びっくりしましたね。塔の頂上はおよそ海抜110メートルの高さがあります。高いところから船を見下ろすことでどのように安全に保たれているかご説明させていただきます。来島海峡は航路の長さとしまして約16キロあります。船は右側航行するのが通常です。ですがここは準中学生と言われる、ルールが、来島海峡は中央に位置する馬島を挟んで西側の航路が島を縫うように進むため、船の舵が利きやすい潮流に逆らう向きが安全とされています。世界の中でここだけなんでしょう。来島海峡では潮の満ち引きに合わせ1日4回潮の流れる向きが変化するため、その都度進行方向が入れ替わる特別な航行ルールが定められています。世界でも有数の難所として言われております。船舶の安全と運航能率の向上というのを目指して目標としまして、情報提供と管制業務を実施しております。センターが設置されるまでは来島海峡では年間で多い時に20件近くもの海難事故が発生していましたが、設置後は激減、今では設置前の2割ほどに減少しました。センターの心臓部となります管制室です。来島海峡を大橋を挟みまして、東側が東宅、西側が西宅で役割分担をしながら情報提供をやっています。潮流は現在南流 2.7 ノットと強くなっています。周辺の状況もですね、すべて船に対して情報提供し、それから危険を回避しながら航海していただく、うん、いつも海で見てて不思議に思ってたんですよ。 S とか N とかこういう単語出てきますよね。はい、これが潮流信号運用装置になります。潮流の向きや速さなどを船に知らせる潮流信号所が来島海峡には4カ所設置されています。春から夏にかけて霧が発生します。センターにとっては限界態勢になると。船舶運航者の皆さんには当センターの情報を活用して引き続き安全運航に努めていただきたいと思います。海とは切っても切れない今治市に加えましてね、世界の物流におきましてもここ来島海峡海上交通センター、本当に大切な施設だなというふうなこともよく分かりましたし、これからもよろしくお願いできたらなというふうに思っております。はい、私どうも全力を尽くして対応させていただきます。ナビゲイティブイズコーションバックチャンネル160。瀬戸内港マルシェオープン1周年、次の開催は12日日曜日。1周年を記念したイベント盛りだくさんでお待ちしています。